サマソニー2024、早朝から会場を埋め尽くした観客。トップバッターが起こした奇跡のステージを完全レポート。観客の期待感は高まり、特に男性のファンからは熱狂的な声援が飛び交っていました。サマーソニックの伝説的なステージを振り返ると、まさにその場にいた者たちの記憶に深く刻まれる特別な瞬間が蘇ります。今年のサマソニーでは、特に注目を集めたのが、 トップバッターとして登場した若手バンドのパフォーマンスでした。まだ日の光が強い早朝にもかかわらず、会場はすでに多くの観客で埋め尽くされ、その光景はまさに驚きでした。通常、トップバッターとしての登場はチャレンジングなもので、多くの観客がまだ到着していない時間帯でのパフォーマンスが求められることが多いのですが、今回のステージはその常識を覆しました。ステージが始まる前から、 観客の期待感は高まり、特に男性のファンからは熱狂的な声援が飛び交っていました。その様子は SNS でも広く共有され、早朝にもかかわらずこの盛り上がりを目の当たりにした人々の感動の声が続々と投稿されていました。こんなに朝早くから、こんなにも多くの人が集まるなんて、といった驚きの声や、初めて見たけど、このバンドは本当にすごい、といった称賛の声が多く見られました。特に印象的だったのは、 観客たたちの一体感でしたまだ日が昇りきらない時間帯にもかかわらず、会場の全員が同じリズムに乗り、バンドの音楽に体を揺らしていたのです。まるで一つの巨大な生き物が息をしているかのように、その場の全員が音楽と一つになっていました。この瞬間が、サマーソニックの伝説として語り継がれるゆえんでしょう。また、バンド自身のエネルギーとそのパフォーマンスの質も、 観客の心を掴んで話しませんでした。ライブパフォーマンスの醍醐味は、その場でしか味わえない瞬間にあり、このステージもまさにその通りでした。バンドは、長い時間をかけて準備してきた成果を全力でぶつけ、観客たちの期待を超えるパフォーマンスを見せました。彼らの音楽は、その場にいた全員の心を震わせ、会場全体を感動の渦に巻き込みました。今回のステージは、 単なる音楽の提供にとどまらず、多くの観客にとって忘れられない体験となりました。SNS 上でも、この瞬間を逃さなかった自分に感謝や、次も絶対に見逃せない、といったコメントが相次ぎ、その影響力の大きさを物語っていました。音楽フェスの醍醐味は、まさにこのような一期一会の瞬間にあります。その場にいた観客たちは、この日のことを永遠に語り継ぐことでしょう。結論として、 今回のサマーソニーでのステージは、音楽の持つ力を再確認させるものであり、観客たちにとっても、バンドにとっても、特別な時間となりました。その熱狂と感動は、これからも語り継がれ、次の世代へと伝わっていくことでしょう。サマーソニックというイベントは、日本の夏を象徴する音楽フェスティバルの一つであり、その歴史には数多くの伝説的なステージが刻まれています。今年もその例外ではなく、 あるバンドが観客を魅了し、感動の波を引き起こしました。そのバンドは、まだ名が知られていない若手グループでありながら、その演奏がフェスの初日、早朝にもかかわらず、会場を埋め尽くすほどの人々を集めました。この光景は、ただの音楽ファンの集まりではなく、何か特別な瞬間がそこにあることを予感させるものでした。ステージが始まる前、観客たちは少し不安げに待っていました。 まだバンドの名前すら広く知られていない状況で、果たしてどんなパフォーマンスが繰り広げられるのか、期待と不安が入り混じっていたのです。しかし、音楽が鳴り始めた瞬間、その不安はすべて消え去り、観客たちは一気に音楽の波に飲み込まれました。まるで魔法のように、ステージ上のエネルギーが観客の心をつかみ、一体感が生まれたのです。男性からも多数の声援が上がり、 フェス全体がその瞬間に集中していくのを感じました。フェスティバルの魅力は、その場でしか味わえない、今この瞬間の体験にあります。その瞬間を逃したくないという気持ちが、観客たちを前のめりにさせます。そしてその瞬間こそが、後に、伝説として語り継がれることになるのです。音楽はただの音ではなく、感情や記憶、そしてその場にいたすべての人々を結びつける力を持っています。 このステージもまた、その力を見事に体現した瞬間でした。ライブパフォーマンスの素晴らしさは、その場の雰囲気や熱気、そして予測できない展開にあります。特にフェスティバルという大規模なイベントでは、一つのバンドの演奏が全体の流れを変えることさえあります。今回のステージでは、そんな奇跡的な瞬間が何度も訪れました。バンドの演奏が進むにつれて、観客のエネルギーも高まり、 まるでで一つののの生きき物のように動き出したのですその光景は観客たちだけでなくステージ上のアーティストたちにも強い影響を与えました。彼らはその場で生まれるエネルギーを受け取り、それをさらに強い音楽へと変えていったのです。SNS 上でもこのステージに対する反響は凄まじく、多くの人々がその感動を共有していました。特に注目されたのは、 ステージを初めて見る観客たちの驚きや喜びの声です。彼らは予想もしなかったほどのパフォーマンスに驚き、その場の熱気を言葉にしようと必死でした。感想の中には、こんなに早い時間に、これほど多くの人が集まるなんて信じられない、というコメントもあり、フェスティバルの常連たちでさえ、この状況に驚きを隠せない様子でした。しかし、この成功の裏には、 バンドメンバーたちの計り知れない努力と準備があったことも忘れてはなりません。彼らはこの日のために何ヶ月も練習を重ね、最高のパフォーマンスを披露するために自分たちを追い込んできたのです。その努力が報われた瞬間、彼らの表情には喜びと安堵が混じり合っていました。ステージが終わった後も、彼らの姿が観客の心に強く焼き付いていることは間違いありません。フェスティバルという舞台は、 アーティストにとっても試練の場です。普段のライブとは異なる環境で、多くの異なる音楽ファンが集まる中で、自分たちの音楽をどう届けるかが問われます。そのプレッシャーの中で、今回のバンドは見事にその期待に依頼、さらにそれを超えるパフォーマンスを見せつけました。彼らがステージを降りた後も、その興奮は冷めることなく、観客たちの中で燃え続けました。フェスティバルは一過性のイベントかもしれませんが、 そこで生まれる思い出は一生残るものです。今回のサマソニーでのステージは、観客たちにとってまさにそのような瞬間だったことでしょう。そして、その記憶は語り継がれ、次の世代へと受け継がれていくのです。音楽は時間を超え、空間を超えて人々をつなげる力を持っています。その力を感じたこの日のステージは、フェスティバルの歴史に新たな1ページを加えたに違いありません。また、 今回のステージは、今後の音楽シーンにおける一つの転換点となるかもしれません。若手バンドがこれほどまでに観客を引きつけたという事実は、これからの音楽業界に新たな風を吹き込む可能性を示唆しています。これまでの主流とは異なる音楽やスタイルが注目を集め、さらなる革新が求められているのかもしれません。音楽業界は常に変化し続けており、その変化を恐れずに受け入れることで、 新たな可能性が開かれるのです一方で、このような成功の影には、リスクや挑戦が伴うことも忘れてはなりません。フェスティバルのような大規模なイベントでは、ステージの成功が必ずしも約束されているわけではなく、時には困難や失敗もあります。それでも、アーティストたちはそのリスクを恐れず、自分たちの音楽を信じてステージに立ち続けます。今回のバンドもまた、その挑戦を恐れず、 自らの音楽を全力で届けることで観客の心を掴んだのです。最後に、今回のステージを見て感じたこと、それは音楽が持つ無限の可能性と、その可能性を信じ続けることの大切さです。音楽は、ただのエンターテインメントではなく、人々の心を動かし、時には人生を変える力を持っています。今回のステージで、その力をまざまざと感じた観客たちは、 きっとこれからも音楽と共に歩んでいくことでしょう。そして、彼らの中で生まれた感動が、新たな音楽シーンを作り上げていくのです。このように、サマーソニックというフェスティバルは、ただの音楽イベントではなく、多くの人々にとって特別な思い出を作る場所であり続けています。今年のステージもまた、その一部となり、多くの人々に感動と喜びを与えました。これからも、 このフェスティバルが続いていく限り、新たな伝説が生まれ続けることでしょう。そして、その伝説を作り上げるのは、アーティストたちと観客たち、そして音楽そのものなのです。